さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のイカライフ動画はこちらになります。メルセデスベンツ来ましたよ。 C200 になります。どうですか C クラス。もしかしたら皆さんの中に、なんで今頃 C クラスやるんだって、なんか変わったのかって言われてる方いらっしゃるかもしれないですけど、いや変わってはおりません。とは言ってもどんどん進化はしてますので、ちょっと改めて乗りたかった車なんですよ。でしかもセダン扱ったことなかったので、ワゴンしか扱ってなかったので、王道のやっぱりセダンとしてのこの C クラスですよね、メルセデス、ちょっと確認しておこうというところで改めてちょっとお借りしました。でまあレクサスの IS も、まあ、先日、ビッグマイナーチェンジですよね、フルモデルチェンジに近い、チェンジを行い、すごい、洗練されてきましたし、アウディの A4 も乗り心地もすごい良くなってきましたし、まあ、その中で改めてじゃあセダンの C クラスどうなのっていう、ワゴンボディとのやっぱり乗り味の違いもあるはずなので、まあ、そういったあたりをつかみたく今回は、お借りしております。この C クラスですけれども、これ4世代目ですね。あの W205 型と言われてますよね。2014年にこれ登場したんですよ。僕海外市場行ってこの C クラスからすっごい空力もやりだしたんですよね、メルセデスは。でインフォテインメントとかもガラッと変わってきたっていう、結構時代の切り替わりとしてのキーポイントにもなった車です。この2014年に登場した W205、 この方は2018年4年後にこれ後期型にビッグマイナーチェンジしてるんですよ。それに伴い、まあ、搭載エンジンとかもちょっと変わってきたんですけれども、これ後期型。中古車で C クラスに注目をして車選びをする方は2018年を境に、前期型後期型が切り替わっていると思ってください。うわ、すごい綺麗な色出てるな。やっぱこの辺りのエッジすごい効いてますよね。メルセデスはこの、ちょっと僕の影が邪魔だな、この上のラインは下にちょっと垂れ下がり、この下のラインは上にキックアップするっていう、結構ねこういうエッジラインとかもキックアップ形状ってスポーティーな車に多いですね。キックダウン形状って結構おとなしい車に多いんですけど、要はラグジュアリーな車がやりやすい傾向ではありますけど、だからこのサイドのキャラクターラインを上げるか下げるかで、その車が全体的にスポーティーなのかラグジュアリーなのかっていうのの結構デザイナーからの意思表示でもあったりはしますけれども、これ両方とも使ってるので、本当なんかいい子ちゃんですよみたいな、まあそんなようなまあメッセージは感じますよ。やっぱり C クラスはここ C ピラーをあえてそんなに細くしてないんですよね。うわ見えにくいな、この境目が。すいません、まあ僕のせいじゃないですね、この天気とこの色の。だからここがやっぱ厚みがあるので、ちょっと重厚な感じがありますよね。いやなんか王道セダンって感じのデザインでいいですよね。今この C クラスはですね、結構ラインナップもすごいシンプルになってますよ。今これは C200 ですけれども、この C200 の中にも、フォーマティックが唯一ですね、そうだ C クラスの中のセダンで言えばフォーマティックはこの C200 にしかないんですよ。搭載エンジンは AMG モデルを除くと実は2つしかないんですよ。今 C クラスに対しては 1.5 リッターのターボエンジンかガソリンターボエンジンかです、もしくは2リッターのディーゼルのターボエンジンかっていう、この2種類しかないんですよ。以前は前期型では 1.6 リッターもあったんですけど、それはもうなくなりました。完全 1.5 リッターか2リッターのディーゼルかっていう話です。でもグレードとしては C180 と C200 と C220D ってこの3つあるんですよ。D っていうのはだからディーゼルエンジンだから、ディーゼルを選べば自然と C220D になります。 C180 と C200 は同じエンジンなんですよ、基軸としては。ですけどこの C200 って言われてるのは、その C180 に簡単な話、ベルトドリブンの、モータージェネレーターがつくと思ってください。要はマイルドハイブリッドになってるんですよ。なので C200 っていう形です。まあ、実はモーターだけじゃなくて、あのエンジンもちょっと強化されるんですけど、まずちょっとエンジン開けちゃいましょうか。 1.5 リッターエンジン5対面、この辺りは特別変わってないかな。まあでもこの辺りとかも強そうですよね。補強もすごい強い、サスペンションの取り付け点も強そう。ここ裏側見ると奥にフレームありますよね、ここ補強バーが入ってますよ。だから相当補強も入れております。この 1.5 リッターエンジンで C180 の場合には156馬力250ニュートン発生するんですよ。 C200 になると
30馬力ちょっとアップですか、30馬力弱アップだ、184馬力の280ニュートンになるんですよ。これがだから馬力もトルクもちょっと C200 は上がるんです。しかもベルトドリブンのモータージェネレーターが BSG がつくんですよ。この BSG は38ニュートンです、定格出力で8キロワット、最大出力で10キロワット出すっていう形になっております。まあエンジンは一緒なのに、じゃあどうやってっていうと、ターボコントロールですね。ターボの下級圧コントロールで 1.5 リッターターボでも C180 は1500回転から、最大トルクの250ニュートンが来るんですけれども、 C200 はちょっと上ですよ。3000回転からなんですよ。下側はモーターがアシストをしながら3000回転から4000回転まで280ニュートンを出すっていう形なので、結構ターボとしてはちょっと大きめになってるのか、タービンが変わってるはずなんですけど、そこが今確認が取れておりません。下級圧だけをコントロールするっていうので言っても、あ、どっちだかな、ちょっと難しいとこですね、すいません。これがディーゼルエンジンになると2リッターのディーゼルで194馬力の400ニュートンになるんですよ。力強さ速さだけで言ったらディーゼルっていうのも一つの選択肢としてはあります。まあですけど、じゃあどういう形で選べばいいかっていうのは、もう試乗の時にいろいろ事細かくもう述べましたので、試乗の動画も見ていただければ幸いです。ちょっと細かい話ではありますけど、これアバンギャルドの顔してますよね。このポツ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 って言ったこのグリル、これは C200 と C220D の顔です。 C180 はこういう顔になってないんですよ。一本線じゃなくて二本線の羽みたいなのが2本生えている、まあそういうグリル形状で、ここも違うんですよ。 C180 はこういう風な二本線がないんですよ。あのダクトというか、このフィンがついてないんですよ。そういったところでもう見た目からして C180 と C200 は違うんですよ。 C180 でも AMG パッケージを入れればっていうのはあるんですけど、ホイールとかは変わるんですけれども、でもこのグリルは変わらないんです。このグリルはだから C200 以上なんですよ。こういったところから、なんかこのグリル欲しかったらお金くださいみたいなね、なんかそんなようなメルセデスのメッセージが感じますよね。で、正確には C180 には C180 のアバンギャルドっていうこのホイールがちょっと大きくなるスタイルもあって、でそれに AMG のパッケージは組み込めることができる、選択することができるという形になっております。でこの C200 に関してで言うと、フォーマティックもありますし、まあそもそもだから C200 がこういう顔になるのは何かと言ったら、これ日本に入ってきている段階でこれがローレウスエディションなんですよ。ローレウスエディションっていうのは AMG パッケージにプラスちょっと高級装備をつけたような上質なスポーツ性っていうのを求める、そういう仕様としてローレウスエディションはあり、もうなので C200 も C220D ディーゼルエンジンの方ももうローレウスエディションが標準という形になっております。まあその上にはもちろん AMG モデルもありますよ。 C43、C63、3リッターの V6 ターボエンジンが、ツインターボエンジンですねが C43 で、 C63 は、4リッターの V8 ツインターボエンジンですよね。でボディサイズとしては、4690です。全長幅としてはいいですね、1810で、高さは1430になります。でホイールベースも結構長めで2840ありますね。これタイヤとタイヤの距離、これ十分なる長さありますよ。でもうこの C クラスは4代目になったこの W205 から前後重量バランスも整えだし、で最初にもうアジリティっていう言葉をものすごい海外試乗会行った時にも使ってたんですね。だからもう俊敏に車を動かすぞみたいな C クラスが、BMW 的ななんかね、ちょっとハンドリングマシンになってきたのがこの W205 型の前期モデルで、その時にメルセデスのもう既存のいろんなオーナーからちょっと過激すぎないかみたいな、まあそんな声も聞きながら、後期型はちょっと乗り心地の方にも降ってきたっていうのは聞いております。でこの車においてはこれエアサスペンションがバチッと入ってるはずです。これ WB シボン型で奥にエアサスペンションが見えますよね。このエアサスペンションですけど、この車はスポーツプラスパッケージがついてますので、エアサスペンションプラス、あとはアルミペダルであるとかもそうですし、スポーツシートがついたりと、より走れる仕様になっております。でもね、乗り味はね、まあ試乗を見てください。すごいちょっとびっくりしましたよ。やっぱメルセデスだなという、そういう世界を感じました。
へえ、後ろからの見た目もやっぱドシッとしてますよね。王道って感じですよ。あ、ライト変わった。ほらほらって分かんないですよね。ちょっとつけてみよう。さあライトつけました。ほら違いますよね。前と前この形状じゃないですもんね。前はなんか輪っかみたいなのがこの2本あったのが C クラスのデザインでしたね。3本あるのが S クラスでしたけれども、だからそういうのは差別化されてましたけど、あれそれって W205 じゃなかったっけな。でもこれライトは変わりましたね。へえ、かっこいいじゃないですかこれ。フロントは、はい、マルチビーム型の、はい、LED ライトがついております。まあ、フロントはまあ今まで通りですね。ここギュッという。でも中身のデザインとしてはちょっと変わりましたね。ヘッドライトデザインは中身ちょっと変わってきました。でもちろんエアストリームもついております。あと C180 との違いで言うと、そうここもちょっと違うんですよ。 C180 はこういう風にクロームがビチッとこれ繋がってないんですよ。なのですごいね、なんかワイド感強調で、まあ、このあたりがローレウスエディションの特徴でもありますね。さあローレウスエディション、エココンタクト6入っております。225-45-18ですね。でドリルドブレーキになってるのもこれローレウスエディションはそうなってますね。珍しいタイヤ履いてますね。エココンタクト6コンチネンタルですよ。結構ねしなやかなタイヤでしたね。後ろはサイズは245-40-18です。うん、後ろはドリルドブレーキじゃないんだな。なるほど。ちょっと話戻りますけど、こういう本当ねエアストリームであるとかもそうですけれども、ほらここ穴開いてるでしょ。だからこういうのもね、本当この C クラスの海外仕様の時に開発陣がすごい熱弁してましたね。あの車が走ってる時の抵抗で、やっぱりこのタイヤの転がり抵抗とやっぱり空気の空力なんだっていうのは言ってました。要は空気は要は速度の事情に効いてきてしまうので、空力をどれだけ整えるかっていうのが、まあ安定性もそうですけど燃費にもすごい効くんだっていうのを言ってましたね。じゃあトランク行きますか。さあオープン。広い、十分すぎるほど広い。楽、ここすっごい空いてるんですよ。ほらほら手がすっぽり入る。ここガバッと空いてます。でトランクスルーもあります。これ左のリアシート、はい右のシートも、はい。これで今押せばシートが倒れて広い荷室形状が手に入ります。いやリアのやっぱバルクヘッド太いですね。これ前も僕言った記憶ありますけど、前期モデルの C クラスでも、いや太いっすよ本当リアのバルクヘッドが。さあ床下収納どうなってんのか僕も知りません。あーなるほど、定番のカゴが入っておりますね、組み立て式の。うん、でもそれほど床下は広くないかな。この下に隠れてんのはもしかしたらバッテリーではないか。ちょっとお待ちを。バッテリーではないか。あ、ヒューズだ。バッテリーはどこにあるんだろうこの車。ちょっとご存知な方いたら教えてください。パンク修理剤ですもんね。バッテリーがわからない。ここは何だろう。わからない。これちょっと、ちなみにさあ鉱石倒してみる。はい、力で倒す。倒すとこんなスタイル。はい、まあ、十分広いですよね。ちょっとここが邪魔になるようなケースはあるかもしれないですけども、まあ、十分広いです。じゃあ鉱石乗り込んでみましょう。はい、クローズ。さあシート起こして、あ結構フラット形状に近いですね。へえ、これいい、いい角度も結構フラットに近いですよ。ほら角度もいいですね。さあ運転席は今僕のポジションに合わせております。まあ、この辺りは以前と変わらないですね。やっぱスピーカーデザインかっこいいですね。これ2014年の海外市場で見た時もう僕ほんとびっくりしましたよ。で、このウッドパネルがね、すごいいいんですよ。これ木目のこの木の感覚がなんか手でなんか伝わってくる感じなんですよね。ほら、木目の、ほら、わかります？これやっぱ質感高いですよ。室内のこの質感はほんといいですね。革の素材も悪くはない。で浅い。使いづら、使いやすいのかな、なんとも言えない。エアコンの吹き出し口はあります。USB は
あったあった。あ、しかもこれ USB がタイプ C じゃなくなった。これいいですよね。タイプ C になった時に、タイプ C って持ってる方少ないのですごい不便してた方も多いと思いますけれども、タイプ C じゃなくなってタイプ A になりましたね。へー、で 12V あります。いいじゃないですかこれで。僕のポジションに合わせた時の、はい、膝元は親指がギリギリ立たないぐらいかな。まあちょっとここは逃げてますので、少しスペースは確保しようとしている意思は感じますけど、そこまで広い感じはないかな。足も奥で引っかかっちゃいますね。だから奥になんかある、入らない。もうちょっと足元広くてもいいな。うん、ヘッドクリアランスもそこまであるってわけではないですね。ヘッドレストは十分な高さに上がりますけれど、ほら結構ギリギリ、うん、だから結構空力考えてルーフ垂れ下げてる感じですね。これパノラマルーフはこれオプションです。なので、でもこれオプション気持ちいいですよね、このパノラマルーフで。この大きさでこれチルトするんですよ。これがねすごいいいところ。ちゃんとはめ殺しじゃないんですよ、ちゃんと動くんですよ。これいい。真正面パッと見た時にちょっと近いですね。鉱石で言うと、最近結構室内が広い車増えてきたので、しかも FF パッケージのやっぱセダンってすごい鉱石も広いので、まあそういうの考えると、やっぱりその広さっていうところで言うと、これを上回る車は他にも結構あります。さあ運転席、まあこのあたりも質感高いですよ、ウッド素材の。ほらすっごい色合いもいいでしょ。はい、でスイッチ周りからシートの調整とかすごいしやすいです。シートヒーター、シートクーラーもついております。エンジンかけちゃいます。ちょっとエンジン音聞きますか。窓開けておきます。今ちょっと、なるほど。まあ官能的な音とかではないですね、なんか無難な音です。でもういつも通りです。これ AMG ステアリングですね。で右側でこれでセンターモニター、左側でこっちのモニターを操作するっていうアイテムになっております。これね使いやすいと思うんですけど、 E クラスこの形状やめちゃったので、 E クラスよりもこっちの方が僕は使いやすいと思うんですけど、まあ今後 E クラスのあの新しいインフォテインメントも進化するんでしょうね。いやー S クラスが、うん、すごい注目ですよね。次の S クラスどうなってくるのかっていうあたりで、やっぱり今の時代で考えると、さすがのメルセデスと言っても、この形状の大きいモニターになったのも実は C クラスがこれ皮切りなんですけど、メルセデスが次世代型のこのインフォテインメントになったのも、でも今考えるとその後2つのモニターがつながる形のデザインになったじゃないですか。あれに今順次どんどんなってますけれども、こっから次世代型のインフォテインメントは C クラスで始まっているので、一番だから C クラスがそれにアジャストするのは最も遅い車に逆になっちゃいましたね、結果としては。まあいずれこれもつながる形、次の C クラスいつ頃かっていうと、だいたいメルセデスは8年サイクルぐらいでモデルチェンジしているので、2014年に出て8年後、2022年、まあそのぐらいに日本で普通に車が走り出すのではというところで言うと、今年末ぐらいにはなんとなく情報が出てくるんじゃないですかね。このあたりも質感は悪くないんですけど、最新型の E クラスとかを見てると、なんかまあでも十分質感高いな、デザインもいいな、すごいシンプルで。で温度調整とかはメカニカルな形でエアコン周りは全部出ております。でエアコン調整した方、このメニューボタンを押すとエアコン関連はここにパチッと出てくるっていう、こういうワンクッションですぐ呼び出せるとか、こういうのも操作性いいですよ。でここでナビとかラジオとかの ここのあたりもいいですね。アナログの時計があって、でここもだから USB-C ではなくなりましたよ。日本仕様としてなんか対応したようなイメージですかね。で奥は非接触型の充電器です。ドリンクホルダー横並びいいですよね。これワゴンの時にもお伝えしたかもしれないですけど、ここになんでこんな特等席にドリンクホルダーが横並びで置けるんだっていうと、コラムシフトだからですよ。シフトが全部このコラム型になっているので、だから特等席にシフトレバーがないので、こういう贅沢な使い方ができる。その手前側はもう全部コントローラーがありますね。でエアサスペンションですので車高調整もできますし、でこれで走行モード切り替えです。
上下ひねるとここでエコ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、インディビデュアル、これを選べます。インディビデュアルは個別設定ですね。もう自分の好きな形でハンドルだけちょっと軽くしたまんま、エンジンだけスポーティーにとか、そういうのが設定ができます。まあこれで乗り心地が大きく変わりますよ。要は電子制御サスペンションの、要はエアサスペンションですので、これはね本当乗り心地いいです。でじゃあこういう仕上がりでいくらなんだっていうと、今 C クラスは結構ねやっぱ魅力的な価格戦略もしていて、もうあの C180 の一番シンプルなモデルになると500万切ってますよ。489万円ですよ。でその上アバンギャルドになると530万円ですね。ホイールとかのサイズが変わったりしますね。でこの C200 BSG の、ベルトドリブンの、まあ、あのマイルドハイブリッドモデルになると613万円ですよ。これフォーマティックになると、これ AMG モデル除くと一番高くて641万円です。まあ、ちなみにディーゼルになると639万円ですよ。まあどれも結構いい価格設定ですね。中身を踏まえたら十分魅力的なモデルに仕上がっております。いやしかしこのルーフ本当なんかね開放感すごいありますよ。後ろも含めてやっぱガラスエリアがすごい広がってますね。じゃあ走っていきましょうか。二輪駆動 C200 の試乗になります。あ、ちなみに四輪駆動になると約 30kg 重たくなります。でさらに参考までにお伝えしておくと、あの C180 に対して C200 はマイルドハイブリッドになるじゃないですか。でそれらあとは装備の重量変換も含めて、90kg 重たくなりますね。 C200 は C180 と比べると。それらの影響等も踏まえながらちょっと試乗動画、見てください。ではでは内外装紹介はここまでです。